さあコーナーキック、速いボールが入ってくる、決まった、再びコーナーキック、あの起床ですか、ゴールキーパーの花咲ヘディングで決めました、矢野起床、セットプレーですか、得意のヘディング、矢野のゴール、今シーズン初ゴールです、矢野起床、うまくこう入り込みましたよね、キーパーの岡の前にね、今シーズン新潟に5年ぶりに復帰した矢野のゴールです。ここついてるのが前半もあったように山本だったんですよね、そこはちょっとミスマッチなのかなというのは感じてましたけども、うまく狙いましたね新潟ね。